キムタクの乳首つまんでいきたいなと。結構コリコリしてます。ニシコダッシュチャンネル。どうも、西村慎也です。緊急事態宣言が出まして、家の中にずっといて、まあ運動不足とかいろいろストレス溜まる毎日だと思うんですけども、ちょっとでも誰か気が紛れてくれたらいいなと思っていろいろ動画をアップしてるわけですけども、まあ、本当はですね、僕ミュージシャンなんで、まあ、歌をこう歌ってみたとかをいっぱいやりたいなと思って、まあ、家の中で歌えれば一番いいんですけどね、全然やっぱりスタジオに行けないっていう現状があってですね、どういう動画を撮っていこうかなといろいろ思ってるんですけども、まあ好きなことはいろいろあるので、そういったことを題材に動画にしてアップできたらなと思ってるんですけども、その中でですね、結構お酒が僕好きで、毎晩のように晩酌というか飲むんですよ。本当多分365日中360日飲んでるんじゃないかっていうぐらい、ショールームっていう配信アプリをやってまして、お料理する動画とかをアップしてた時に、おつまみなんか作ってアップするのいいかもっていう話で盛り上がりまして、なんか今日ちょっとそれをやってみたいなと思っています。はい。というかこのチャンネルキッチン率高くないですか？今日はですね、オリジナルおつまみを作りたいと思ってます。その名もですね、キムタクの乳首。キムタクの乳首つまんでいきたいなと今日は思ってますんで、はい。まずキムタクの乳首をつまむにはキムタクの乳首を作らなくてはいけないので、早速キッチンの方に移動したいと思います。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まず必要なのが、まずキムの部分、キムタクの乳首のキムの部分、こちらキムチ、特に僕このご飯が進むキムチ、これが一番好きでですね、まずキムチ、そしてたくあん、はい、たくあん、そして乳首の部分はちくわと、じゃじゃん、なすびとなっております。もうぶっちゃけおつまみなんで、割と簡単にできるレシピになってますので、皆さんもよかったら試してみてください。まずナスビを調理していきます。はい、ナスビのこのヘタの部分を切りまして、割と難しい、適当でいいですけど、このぐらいかな。これをごま油でこんな感じでやっていきます。弱火で大丈夫です。ここにですね、加えていきたいのがみりんとお醤油、お水もちょっと入れます。軽く塩コショウ、スティックシュガーお砂糖をちょっと入れます。あとお出汁、はい、あとたくあんを、まあ、適当なサイズに切って、ではこのまま取っておきます。さあ、ナスがいい感じになってきたんで、そろそろちくわを入れたい。一本使っちゃおうか。お、すごいいい色だ。ちょっとお醤油、
通何々の何々って前に来るやつがメインなはずですけどね、なんか乳首の方がメインになってきてる。キムタクの乳首っていうのは乳首のキムタクになってきてるな。これお皿に盛り付けます。そしてですね、たくあん、豆乳、あ、いい気がする。最後にキムチを乗せて完成です。つまみというか普通に一食分だなこれあ、かつお節ちょっと、はい、というわけでキムタクの乳首出来上がりました。じゃ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 ん、こんな感じの出来上がりになっております。つまみっていうかもうおかずっぽいねこれ。はい、というわけで作りました。まあ何はともあれお酒のおつまみなので、今日もハイボール作りましたので、そのハイボールとともに、はい、というわけでこんな感じのキムタクの乳首、せっかくだから全部合わせて食べたい。キムチとちくわとたくあんとナスピ、いただきます。うん、うまい。うん、結構コリコリしてます。なんかたくあんの部分が、うん、美味しい。これなんか普通におかずとしていけるな。普通にご飯欲しくなるこの4つの食材が揃ったわけですけども、いい感じに混ざり合いますよこれ。本当にすごい美味しい。ただあのナスの煮浸しが劇的にメインですね。これは非常にうまく噛み合ってます。うまっ。ごま油もやっぱね効いてるし美味しい。うんハイボールに合うかって言ったらちょっと謎なんですけどでも美味しいです。非常に。皆さんもよかったらお家で試してみてください。というわけで今回の動画はキムタクの乳首をつまもうという動画でございました。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。